マチェーテは、2010年9月3日に公開された、アメリカ映画。ロバート・ロドリゲスとイーサン・マニキス監督による、アクショニ映画であり、2007年の映画、グラインドハウスで使われた偽予告編の本編。これまで脇役を演じてきたダニー・トレホにとって、初の主演作品である。その他に、ジェフ・フェイヒー、ジェシカ・アルバ、リンジー・ローハン、ドン・ジョンソン、チーチー・マリン、 ミシェル・ロドリゲス、スティーブン・セガール、ロバート・デ・ニーロらが出演している。メキシコの連邦捜査官のマチェーテは、マチェーテを愛用して、犯罪者を狩る、凄腕の男だった。だが、その強い正義感ゆえに、麻薬王、トーレスと衝突し、妻娘を残殺される。それから3年後、マチェーテは、アメリカ・テキサスで不法移民の日雇い労働者をしていた。ある日、 マチェーテは、ブースという男から不法移民嫌いで、知られるマクラフリン議員の暗殺を依頼される。うちは日本語吹き替え声優ロドリゲスによると、映画の案は、デスペラードの頃から、すでに存在していたという。2007年3月、ロドリゲスは、マチェーテの偽予告を長編映画化すると、SXSW で発表した。当初は、 プラネットテラーの DVD の特典映像になると発表されたが結局劇場公開映画として制作された監督はロドリゲスの他に長年彼の作品の編集を務めてきたイーサン・マニキスが共同で行う本作はアリゾナ州などで顕著となっている不法移民問題に触れ政治的メッセージが含まれていると見られている出演者の一人のジェシカ・アルバは このような政治的メッセージを含む本作を誇りに思っているという。主要撮影は2009年7月29日にテキサス州オースティン周辺で開始された。リンジー・ローハンの出演シーンは同年8月と9月の計3日間のうちに完了した。トレホはロドリゲスの映画スパイ・キッズシリーズでも同名のキャラクターを演じているが、 それらが同一人物かどうかは不明である。2010年7月28日、本作が同年9月1日にベネツヤア国際映画祭で公開された後、同月3日に北米で一般公開されると発表された。劇場数は2670巻である。2010年5月5日、エイントイットクールニュースを通して予告編が公開された。それは、 ダニートレホの、俺は間違えて、アリゾナへ、新ンで迷うの特別メッセージだ。というセリフが、冒頭に含まれており、グラインドハウスで使われた偽予告編と本編の映像を組み合わせたものだった。後にロドリゲスは、この予告編がジョークだったことを明かし、正式な予告編が7月8日に公開された。さらに、同月23日には、 レッドバンドバージョンの予告編が公開された。ロッテントマトズによると、74%の評論家が、本作に肯定的な評価を下し、また平均点は10点満点で6.5点となった。他に、メットクリティックでの平均スコアは、29のレビューで100点満点中60点だった。北米では公開初日に、約380万ドルを稼いだ。 初週末3日間の興行収入は1141万6164ドルに達し、ラストターゲットに次いで初登場2位となった。2010年9月27日までに北米で2573万6千ドルを稼いでいる。ありがとうございます。